続いてお送りします曲はホルスト作曲吹奏楽のための第一組曲です。もともと吹奏楽のために作曲された作品ですが、今回演奏するにあたり私が金管五重奏用にアレンジさせていただきました。ホルストはイギリスを代表する作曲家です。イギリスの民謡を元にした作品を数多く残しており、その特徴の一つにメロディーの美しさがあります。そして今回アレンジをするにあたり改めて楽譜を見直したところ、その楽譜の精巧さ美しさに改めて感銘を受けたものです。もしかしたらミュラー・アンジンもホルストが取り入れた民謡をもしかしたら歌っていたのかもしれません。そんなイギリスにゆかりのある作品をイギリス発祥の楽器で演奏できますことは私たちにとっても大変光栄なことでございます。3つの楽章からなりますホルスト作曲吹奏楽のための第一組曲、お聴きください。Thank you.
Thank you.